ご視聴ありがとうございます。ゼルダの伝説マスターモードの、シナリオを進めていきます。今日はですね、このゲルドの街、多分これがね、今回の連続してるやつのね、一旦ラストになると思います。今日は何をしたいかっていうとですね、ゲルドの街の、こうやってですね、ちょっと困ってる人をですね、ちょっと助けるっていうことをやっていきまして、雷鳴の兜をね、ルージュから借りるということを行います。あとはね、祠を1個やりますね。はい、この人は確かね、困ってるんですけど、なんかね、火打ち石をね、あげるといいっていうね、宝石青好き。これはね、なんかね、ルージュのリストに入ってたかどうかちょっと分かんないんですけど、一応ちょっとやっておきます。確かに火打ち石はね、結構持ってますね。あ、27個もありますね。はいはいはい、あげます。はい、火打ち石ね。はい、あげるよ。はい、これはね、あれですよね、結構ね、アミーボだけじゃなくてね、結構ね、その辺のね、鉱石をやってるんでね、結構出てきますね。はい、譲ってあげます。で、そうすると私たちがね、お礼をしたいんだけどっていうのでね、はい、アクセサリーね、私はね、これ確かね、トパーズの耳飾りが欲しかったので、これね、雷よけになるんですよね。なんかね、毎回トパーズの耳飾りのような気がしますね。はい、で、作ってくれますんでね。はい、これでね、クリアですね。はい、そうなんですね、アクセサリーね、ここはね、売ってくれるんですよね。ありがたいですね。宝石はお好き。これね、全部コンプリートしようかなと思いますね、近いうちね。はい、でですね、あとはですね、これあとなんだっけな、今迷ってますね。そうだそうだ、ですね、祠が1箇所ありまして、あ、祠2個やるんだ。ちなみにこの人は考古学者らしいんですよね。何でしたっけ、巨大な、ね、像があって、そこの祠ですね。はい、ちょっと聞かせてください。いいですよ、いいですよ。はい、そう、ゲルドの守り神七人の像ですね。これで何だっけ、8つの像の、ね、やつがね、確か外走ってる人なんですよね。あれ行くの忘れちゃったな。でも、まあ、この状態で行くのきついんだよな。まあな。これあれ、いつのタイミングで行きましょうかね。ゲルドさんの方は、ゲルドの山の方はね、これはね、ちなみに今回のこのゲルドの街が終わったらね、ちょっと前からお話してますけど、ミファーのね、水のとこに行きますね。水のね、真珠に行きます。まあ、そのためにね、ちょっとね、雷鳴の兜がね、ちょっと欲しいんで、なんかね、ちょっと通過する道がね、ちょっとね、雷のね、電気系の攻撃してくるやつが多いんで、まあ、せめてね、それぐらいちょっと無効にしたいなと思うんで、寒いですよね、ちょっとね、まあ、今、夜でしたね。はい。で、これをね、ちょっと着替えまして、はい。で、これで行きましょう。ここはですね、非常に簡単っていう簡単でもないんですけど、行きまして、ここのちょうど降りたとこにですね、風が強いですよね、やっぱさすがにここはね、この巨大な石像が7個ありまして、そこのね、足元のところにね、鉄球を入れていくっていうですね、クエストになります。まあ、これはね、もうね、私の動画でももう2回ぐらいやってるんで、もう
ここはちょっと玉入れるところはね、すみません、ちょっとカットしますんで。このクエストまで実際カットしてもよかったんじゃないかなと思うんですけどね、すいません、ちょっと今回入れちゃいました。あの鉄球をね一個一個入れるところはちょっとね、すいません、カットしようかなと思いますんでね。これでも豪快ですよね、これだけでかいね像なんてね、こうもうないですよ、まあ、日本でもね、ちなみにあの牛久大仏っていうのがありますけどね、あれもでかいと思うんですよね。でもね、ここまででかいのかな、なんかね、こんなんね中東行ったらありそうですよね。なんかね、日本にはここまででかい像ってないんじゃないかな。あったらね、ぜひ教えてほしいですね。あの奈良の大仏もでかいですけどね。はい、これはですね、ちなみにあのマグネじゃないと動かないんですよ。はい、はい、マグネです。マグネキャッチじゃないと動きません。持てるような重さじゃないんでしょうね。はい、でこれをね落とします、適当に。まあ、どう落ちてもいいです、みんな落ちてますから、残りの玉は。はい、玉をね集めるところまではやります。で1個はねちなみにすでにもうはまっておりますんでね、それをちょっと参考にするといいと思います。ね、ほんとね、ピラミッドとかね、スフィンクスなんてね、ほんとすごいですよね。あれエジプトなんつうの、あれ地震がないからあれ作れるんでしょうね、ああいうのね。あれ日本でああいう建物がないってね、やっぱり地震が多いからでしょうね、昔からね。日本でもね、こっちの私たちが住んでるこの関東地方のあたりっていうのは古墳っていうのは非常に少ないですけど、やっぱり近畿地方とか行ったら古墳すごいですからね。あれだって立派な建物ですよね、建物っていうか、まあ立派なものですよね。まあ地震大国ゆえのね、ああいう巨大なある意味建物なのかなと思うんですよね。あれだって多分おそらく単純に山をくり抜いただけじゃなくて、あれ土持ってるんだと思うんですよね、古墳で石とかね。ここまでこういう石像、ロード・オブ・ザ・リングの世界ですよね、本当ね。あとあれですね、まあ、創作物であれですけど、ゲーム・オブ・スローンズもなんかこういうね、これじゃないですけど、なんかね立派な石像ありましたよね。ロード・オブ・ザ・リングもそっか、創作物ですけどね。でこういう風にですね、あの足元に、あの石像の足元とかに弾が落ちてますんで、はい、こうやってね、私はこうやってやりますね。あのちょっと一箇所に集めて、ね、一箇所に集めて、もう一個はまってますので、ここに集まるのは全部で6個になりますんで、はい、であと1個ですね。右かじゃない。で今ここのですね、ちょっとへこんでるとこありますよね、ここにね玉入れる場所がありますんで、そこに1個ずつ入れていきます。でね、あのこの玉を入れる印っていうのは、この剣の裏側に書いてますんで、印が非常に簡単ですので、それを見ながらね一個一個入れていけばもうすぐクリアできますので、ここではねちょっと玉を一個一個入れるところまではすみません、ちょっと省略させていただきます。はい、すみません、これで6個揃えましたね。はい、そうですね、1個入れるとこまでやるんだけど、ああもうやってないですね。はい、これでラストの玉を入れてるところです。ちょっとねもうあっという間に時間が過ぎちゃって、はい、こう入れます。はい、入れて、これでクリアですね。すっかりね昼間になっちゃってね。はい、ここに出てきます、祠の入り口がね。すごいスイッチですよね、それにしてもね。
ここはね、まあこういう祠チャレンジのやつなんで、確かね、ここは確か入るだけでクリアの祠ですね。結構ね、時間かかりますからね、これ弾をね入れたりなんだりしてると。これ初めてやった時は動画にしてかどうかわかんないですけど、弾が6個しかないって周りにあんのかなと思って、ね、すごい探した記憶がありますね。実際ねそんなことなくてね、1個はねハマってたっていうオチなんですけどね。祝福系の祠ですね。でここで宝箱を開けて奥に同士とあってクリアになりますね。火炎の槍ですね。火炎の槍はあると助かりますけど、どうしますか、持っていくんですかね。うん、なんか置いていきましょう。うん、それがいらないですね。この後は結構まあね、ここのそうですね、ゲルド地方では使わないですけど、ちょっと他行くと使うかもしれないですね。はい、これでまた証がもらえますね。はい、克服の証が手に入りました。これの前回でね、頑張りの器をもらっちゃったんでね、今在庫はゼロでしたので、やっと1位になりましたね、これでね。はい、でこれでクリアとなります。で次のねクエストに行こうと思います。これで一回あれですかね、ゲルドの町に戻りますかね。このまま祠探し行くのかな。まあ、ナオボリスに行ってますもんね。はい、でです、次がですね、これちょっと今これナオボリスに来てるんですけど、ゲルド地方のちょっと左側だと思います。ちょうど今、地図消えちゃいましたね。左側の方なんですけど、ですね、これはねマップを見ながらお話しした方がいいですね。ちょっとですいません、今リンクが一生懸命走ってるんですけど、すいません、私がちょっとマップを見ながらちょっとお話します。今ですね、このペリド石所の方にちょっと歩いて向かってるんですけど、南ローメイ城跡っていうですね、ちょっとなんか迷路みたいな祠があるんですね。おそらくですね今そこに向かっておりますんで、でここのですね、お金が出てきましたね。これなんですけど、上から、まあ、真正面からですね、まあ、本当迷路をですねクリアするっていうのもありなんですけど、ですね、これはもう恒例なんですけど、上から行った方が断然に早いんで、ちょっとね今回その方法をちょっとお伝えしようと思います。非常にねその方がね簡単なんですよね。でここはですね歩行型ガーディアンもね今左手に見えてますけど、朽ちた方もあるんですけど、あの足がある方はね確かあれ稼働しますんでね、ぜひお気をつけください。ゲルド地方もねちょこちょこガーディアンいるんですよね。さすがにね砂漠の方はいないんですけど、砂漠の方はねちょっとね私記憶ないです、出会った記憶がないんですけど、この辺はねちょいちょいいますね。なんていうんですかね、平原、お城のね周り、ハイラル城の周りほどねワンサがいるわけじゃないんですけど、なんかいやらしいところにね意外といるなっていうのが感覚としてありますね。はい、でおすすめなんですけど、この山を登ります。ちなみにここの上はですねコログが隠れてますね。はい、登っていきます。
リンクのスタビだがギリギリなんだよ、本当ね。もうちょっとね、欲しいですよね、スタミナがね。はい。で、こう上がっていきます。はい。で、ここで、はい。コログですね。コログのおまけがついてきます。はい。で、ここ行きますとですね、ちょうどね、真ん中辺におります。これコツとしては、まあ別にどこで降りても大体大丈夫なんですけど、近いのはね、この真ん中のちょっと太いところですね。南ローメイ城跡ですね。これがお城だったんですね。ね、どういうお城なんですかね。迷路みたいなお城つってね。はい。で、ここを降ります。まあ、これ本当はね、こう一本で左側の方に行った方がね、全然近いんですね。で、今回あえて降りちゃいまして、でね、ちょっとね、映像ではカットしちゃったんですけど、私ここね、下降りてるんですよ。だからちょっとね、時間経っちゃってるんですけど、ここ行きます。で、この右側行きまして、ここ下がね、デロデロがあるんですけど、デロデロのね、向こう側に行きます。そうですね。はい、向こう側に行きます。で、そこから降ります。なんかね、ガーディアンがいるかどうかちょっと確認したくてね、一旦下降りちゃったんですよね。すいません。なので、ちょっと風景が変わってますね。もう夕方ですかね。はい。これ確かね、歩行型ガーディアンいたと思ったんですけどね、ちょっと見つけられなかったですね。はい、これ右に行きます。で、さらに、これ道間違えて左です。はい。で、そうするとですね、もう祠があります、ここ。はい。で、ここ到着ですね。ディラマの祠と言いまして、ここもね、入ったらクリアです。だからね、割と簡単なんでね、早いうちに来ることをお勧めしますね。もう入っちゃえばね、クリアですからね。まあね、このね、迷路を解きながらね、行くっていうのもね、本当、それはそれでね、力がついていくんですけどね、すいません。ちょっとね、楽することをちょっとね、ここでお伝えしていますけど。まあ、上から行くと非常に楽です。で、ここはね、確かね、あれじゃない。ここの宝箱な、すいません、名前忘れちゃった。蛮族装備が入ってんじゃなかったっけな、そういえば。そうですよね。これ、蛮族装備、本当助かりますよね。ここでいきなり蛮族装備ですから。そうですね。蛮族の服。これは本当助かりますよね、もう。もう、蛮族装備、様々ですよね、本当ね。ゼルダはね、本当。もうこれあるだけでね、本当もう全然違いますよね。戦いの楽さっつうのはね、本当ね。ゼルダの伝説、このブレス・オブ・ザ・ワイルドは、服装がね、多いんでね、本当何着ていいのか楽しみなんですけど。でも、強敵と戦うときはやっぱり、蛮族装備は本当基本ですよね。これもね、ちょっと早いうちに揃えたいですね。はい。で、今回は、祠はこの2箇所ですかね。2箇所だな、確か3箇所も行ってないと思うんですよね。これは右の山の方にね、2つほどまだ祠があるんですけど、ちょっと今回はね、行ってないです。じゃあ、ゲルドの町に戻りましょう。戻らないですね。ああ、動きましたね。はい、戻ります。これ、周り何にもないかなと思って、ちょっと確認してるんですけどね、何にもないんですよね。はい、ケルトの町に戻ります。そうですね、このペースで行くとギリギリ、5月の10日前後に、確かシナリオ終わると思うんですね。すみません、ただですね、剣の試練とかその辺はね、ちょっとマスターモードではちょっとやりたいんですけど、もうどうしてもね、新作の方を優先してやりたいので、すいません、ちょっとね、剣の試練は確か間に合わないんですよね。剣の試練じゃなくて、あ、そうだ、英傑たちのバラと、あれが間に合う。剣の試練はね、もしかしたらね、ギリギリ間に合うかもしれないんで、
ちょっとねやりたいですね。はい、でこれでですね、ルージュにちょっと会いに行きます。そのね、借りたいんだけどっていうね、雷鳴のね兜を借りたいんだけどっていうちょっとお願いに行きます。あ、その前にこれあれだ、あのこの人がですね、あのモロダラジークの肝が欲しいっていうね、モロダラジークの肝持ってるんですよ私。この前、モロダラジークはあれですね、吹っ飛ばされた時にねしっかり倒してますんでね、あの肝は持ってますんで差し上げます。いいよあげますあげます。はいはい、とんでもないお礼ですね。300ルピーなんてほんとそんないらないのに、みんな倒してね拾っただけですからね。おお、いいですね。リンクと名付けてください。次回作もしかしたら出てくるかもしれないですね。で、あともう一つ、そうだ、今思い出して今急いで行ってるんですけど、女の子がね確かね、ここで畑やろうとしてる子がね、なんかゴミに悩んでるっていうのがあったんですけど、あ、その前にあれだ、普通に楽しんでるんだな。うん、そうそう、ここでねフルーツの畑作るっていう子ね。で次来たらねこの子がちょっと悲しんでるはずなんで、はい、こう、まあ、ただですね、今こうルージュのルージュからのねちょっとお願い、民を助けてやってくれっていうのをやると、確かあの子確かなんか悲しんでるんじゃないなかったっけな、はい、じゃとりあえず行きましょう、はい、ルージュに会いに行きます。はい、もうやっぱマークついてますね。すごいですね、ルージュと呼んじゃったんですね、このね族長を。これはもう手下に殺されますね、本当気をつけないと。雷鳴の兜お借りしたいですね。そうだ、ティアーズ・オブ・キングダムの予告編におそらくねルージュっぽいのがいましたよね。だから多分ちょっと大きくなったルージュがね一緒に戦うんじゃないかなと思うんですよね。何年後の話なんでしょうねあれね。だからこの子たちが多分きっと次の英傑なんじゃないかなと思うんですよね。今ちょっとね子供っぽいですけどね、もういずれねああいう風にねウルボサみたいになるんでしょうからね。はい、でさっきね畑をやるって言ってた子に会いに行きます。このクエストはねすごく簡単に終わりますんでね。はいはい、あ、落ち込んでますよね、泣いてますよね。水場が使えなくなったって大変ですね。水場がゴミになると大変ですよね本当ね。はい、というわけでですねこれ簡単なんですよ。この水が流れてる上流がありまして、ですねそこでねなんかねフル作ってる女の人がいるんですよ。それをねちょっと注意しに行きます。非常に簡単です。ここはもう街中で住みますんでね。なぜかあそこにだけゴミが行くっていうですね不思議な現象が起きてるんですけど、でみんなが使う水をですねこう土足で歩くっつうでとんでもないこともやってるんですけど、リンクは、はい、まだねそういうのは登れないですね。ちゃんとしたとこ登って、はい、もうゴミ流れてきてますね。こ
これね食べてるやつがいますんで、でもで前もってですねいちご10個持っていくといいです。そうするともうこれですぐ終わりますんでね。リンクはねもういちご10個持ってますんで、はい、話しかけても全然これで大丈夫ですね。とんでもないですね。はい、いちごですね。はい。そうですね。で実際持ってなくても寒いとこ行くとねいちごたくさん生えてますんでね。はい、大丈夫です。いちご持ってるはずです。確か10個ね。これ一応確認しましょう。あ、19個ありますね。大丈夫ですね。はい。とんでもない野郎ですね。野郎じゃないですね。とんでもない女の人ですね。はい、いちごです。野生のいちごがそんなに甘いってのもすごいですね。うん、そうですね。はい、片付けてきてください。本当に。でこれで行くとですねゴミが片付いてますんで、なんてね平和なクエストをねほんとずっとやってますね。気がつけば今回は戦闘してないんじゃないですかね。戦ってないんじゃないですかね。はい、よかったね。はい、ひんやりメロン、ありがとうございます。ひんやりメロンはね、体冷やすね、効果のね、ある食事が作れますんでね、暑いとこ対策には最適ですね。楽しみですね。これもしかしたら次のゼルダではこれフルーツ農園になってるかもしれないですね。楽しみですね。で、次なんですが、ですね、次はですね、もう一個クエストがあります。ここまっすぐ行くとですね弊社があるんですけど、それのクエストをやらなくちゃいけないですね。でできたらですねもう前もってですねマックスドリアンが、1個必要になりますんで、マックスドリアンを1個買ってから行くことをねお勧めします。実は兵隊さんがね1人ね行方不明になっちゃったっていうのがありまして、そこがですねその行方不明になった人がですね左下の砂漠の方にいるんですね。で、その人に、このマックスドリアンをですねあげるというのがありますんで、このクエスト始まったからでもいいですし、その前でもいいですし、持っていくことをちょっとお勧めします。なんで止まってるのかちょっと分かんないんですけど、すいません。これのこういうシーンはね、カットした方がいいですよね。はい、動き出しましたね。これ多分ね、ちょっと確認してたんですね、すいません。はい、これ多分ね、この後、ちょっとね、あ、ミツバちゃんじゃないですか。あれ、ミツバちゃんと会ってなかったっけ、まだ。雑誌も見てないんだっけな、ミツバちゃんの雑誌。マスターモードは本当に戦いに専念してるんですね、私。はい。あ、見てないんですね、噂のミツバちゃん、全然ね。まあいいでしょう。はい。じゃあ行きましょう。で、これで兵隊さんのこの弊社の方に行きますと、1人いないんですよね。これ3人いなくちゃいけないんですけど、1人いない。で、この先輩が。バレッタがいない。バレッタっていうのはあの子ですよね。イーガダのねとこに捕まってた子ですよね。はい、巨大化石ですね。ボルドラジークはそのもうちょっと上のあたりですよね、いるのはね。
バレッタを探しに行きます。でこれね、前もってですね、もうあれ買っとくといいです。だからなんだっけ、マックスドリアンね、はい、マックスドリアンを持って直接行くといいです。で今回はですね、これもうそこの近くの祠を攻略しちゃってますんで、そのままワープしちゃってます。ギリギリまだ寒くない時間帯ですかね。もう夜ですけどね。はい。で、ここのですね、祠の裏側にいます。裏側のちょっと向こう側ですね。要するに北側なんですけど、そこにですね、バレッタさんがいますんで、ああ、もう槍持ってね、ちょっといますね。はい。彼女がバレッタさんですね。はい。はい、でマックスドリアンを、はい、あげます。はい、これで大丈夫ですね。はい、先輩怒ってたよ。バリバリバレてますよ。はい、急いで帰りますね。姿もう見えないですね。もう全力で走ってるんですかね。はい、というわけで、また町に戻ります。これね、一回来た時に、これ映像ではカットしてるんですけど、実は一回来た時はですね、マックスドリアンを持ってなくって、あ、しまったということで、持ってると思い込んだんですね。で持ってなくてですね、ゲルドの町にですね、買いに戻ったんですね。さすがにその映像はちょっとくどいのでカットしてます。町にはね、マックスドリアン普通に売ってますんで、このゲルドの町に売ってますんでね、他の町で売ってるのはちょっと分かんないんですけど、まあ、簡単にはここで手に入りますんでね、まあ、ここで持ってなかったら、もしあれでしたら、ここでね、ゲルドの町の経済のために、ここで買うのもいいかもしれません。はい。で、これで隊長に、隊長は先輩か。で、これなくなってますよね。はい。これ、3つとも私が買ったってことですね。すみません、その映像に関してはカットさせていただいてます。あ、3人揃ってますね。よかったですね。ありがとうございます。お、銀のルピーくれましたね。ありがたいですね。はい、これで以上になります。でね、多分これで、全部ね、ルージュの、これだったら貸してあげるよっていう、兜を貸してあげるよっていうですね、状態になっているはずなんで、今ちょっとね、クエストを、ね、チェックしてるんですね、メモで。すいません、これとこれやったなっていうのがね、あるので、多分ね、大丈夫なはずだろうっていうので、これで玉座の前に向かっております。あと1個かな、いや違うのも大丈夫だろうっていうのでね、はい、向かっております。はい、ルージュに話します。ゲルドの友だということでね、はい、これで貸してもらえたんでね、はい、というわけでですね、これで、次回からですね、ミファーの出身地のとこに向かってですね、水の神獣にね、戦いを挑もうと思いますんでね、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。まだなんか会話が続いてますね。すいません、あと15秒ぐらいで終わりなんですけどね、すいません。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。重ねて次回もぜひご覧ください。ありがとうございます。